ほら、行くぞ。もう熱っ。ピカピカっすかね。なんか当たってる音な。当たってるな、ここ。待って、どんぐらいかっこいいのこれ。わ、やっぱごつ、すごすぎじゃん。 D って書いてないんですよ、このホイールに。やられたよ。こういうことです。こうだもんね、合ってるよね。ブレンボー、ブレンボーバッチリ。こうです、カサス。やばい、帰らなきゃ。はい、どうも、ミニオンズです。本日なんですけども、中国生まれのバチモノエンジン 212cc をホンダモンキー Z50J の本物のフレームに乗せて、おじゃ、新東名高速道路で120キロで走ったらどうなっちゃうの。最強 G クラフトで足回りを最強に固めの大作戦の後編をお送りいたします。前輪、後輪と G クラフト固めをしてきましたが、王子の知識不足、実力不足により失敗購入の連続、さらには発注ミスと、ここまで本当にいろいろありました。しかし本日はとうとう大苦戦続きだった足回りも完成するのか。ピンポーン。この動画は前回と前々回の続きです。もし前回の動画を見てない方がいらっしゃいましたら、ぜひ動画の説明欄に再生リストがありますので見てみてくださいね。ピンポーン。この動画はバイク好きな方もそうじゃない方も楽しめるよう心がけ制作しております。いきなり先日の5時の鐘からスタートします。それではどうぞご覧ください。5時です。良い子は帰りましょう。ここに良い子なんかいない。いますよ。こうです、カサス。やばい、帰らなきゃ。ママに怒られちゃう。それでは本日の動画スタートです。やっぱこれセンター出てね、出てるよなこれ。 OK、 ちょっと変えてみに行こう。で、そしたらば、まずやっぱりここでだよね、好きじゃん。これでやっぱセンター出てるな。で、そして思ったんだけど、届かないわよねえだよ。まあ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 、いろいろ問題があるけど、ここにまだ隙間があるんだよね。よくないんだよこういうの。だからドーン、数々のワッシャースペーサー、これだけスペーサー用意してるのバイク屋ですね。1ミリの登場、1トン。なぜこのスペーサーのことはトン T っていうのね。よし、こうやってさっき言いましたろ、 OK でしたらば閉める。いいっすね、これ真ん中だろ、これドンピシャと真ん中だろ。やっぱそうだよな、これを入れたら真ん中になったのよね、これね。さっきすげえ悩んでたんですけど、だキャリパー入れたら真ん中ですよ。ただこっちに1ミリ余ったからぶっ込んでみた。よし、これで完璧じゃないですか。今日はね、まだ終わんないからね。次はよ、問題はよ、ブレーキをしっかりしていくっていう祭りなんだけど、まず届かなくなりましたね。いきなり旋回入れ直し、そしてこちら、これね、ヤフオクで僕探したんですよ、すごい。でででででれんでれん、ブレンボの NSR5080 用ので、これをここにつければもうブレンボ祭りってことなんですね。で、これヤフオクで見つけたんですよ。すごいことがあって、クリックして落としたらメッセージ欄で、ありがとうございます、いつも見てますってきて、本当ありがとうございます。本当ね、見事俺はこれを使ってみせますんで、頑張って使ってみせますんで、よろしくお願いします。ということで、これつけていく。でね、これになると昔のこれについてきたステーが使えるはずなんだよな。つか、もうすでにそこにつくんじゃねえかって話なんだよこれ。俺が今までこうやって作ったこのステー、手作りステー、いらなくなります。世の中こんなもんすね。じゃあ次はマスターつけていきましょうか。アプリキマスター、ハングオン。恥ずかしい。あー、頑張って作ったのにね、このステー。皆さん覚えてますか。手作りよ、このステー。まあいいか、さよなら、さよなら、自作ステー。よいしょ。で、これがつくという感じ。ぴったり。ただやっぱりここ合わないんだね、不思議だよね。ほんと不思議なんだよね。ここの穴が全部やっぱり6ミリなんだよね。ってことはやっぱりこれも加工が必要なんだね。マジでやっぱつかないぞこれ。結局これがないとつかない。どうすればいいだ、どうすればいいだ。あ、ありますね、大丈夫です。これですね、これこれこれ、よく覚えてた。これに差し替えればいいので、よしよしよし、いいぞ、これいけるぞ、多分これいけるいける、間違いない。よし、おめでとう。来た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 、これがっつり刺しちゃう。さあ、こんな感じかな、できたよね。で、まださらにね、こいつをかっこよくしたいと思います、俺は。上を行く。ラッシュ、ラッシュ。でれん、これはよく見つけたと思うんだよね、俺もね。これにぴったり、こう、ガクチョン合うタンクですね。こんなホースをブラブラさせなくて済むわけですよ。めっちゃ便利で、めっちゃかっこいいと思ったんで、即買いしましたね。取っていく。どうなってる？あれ？これだけ？あー。これだけ漏れそうじゃないこんなんね。なんかパッキンとかいらないの、ついてないの。液体ガスケットつけましょうね。あー、はい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 、なるほどね。ほほほほほほほ、こういうことね。これこれをこうつけて、純正のオーリンから引っ張ってきて、パクってきて、こうつけますと、で、それでめっちゃ
うん、これなしよ。オッケー。で、そしたらやるよね、やったね。どこやった？もうねえ。ねえ、邪魔壊すな。よっしゃ。オッケー、完璧よ。こっちの方がかっこよくない？じゃあつけてきますかね。完璧子じゃねえのかおい。ありがとうございます、皆様。こちらにこうつけていきたいと思います。もっと短くねえダメだ。だってこの辺だろ。もっと短くねえダメだ、これ。まさか無理。近すぎ問題。近すぎ問題だ。やっぱうまくつかねえな。ってなると、やっぱり作ったこのステイが来てくると。近すぎ問題解決しましょう。結局ワンパンチはつかないね。さあ、緊張の瞬間ですわ。これでいつもうまくいかないんですわ。どうすき。いや、ダメだ。かかりました。はい、我慢罰。全部ダメだ、全部合わない。つうことで、ちょっと探してみましょうかね。前と今まで合わなかったもののすべて、こっから出てくんじゃなかろうかってことよ、ステイがね。要はおじさんそう思います。はい、つなぎばさん来てますね。すごいスーパーカブ全然飲んねくせに。スーパーカブ、これ狙って多分 2,3 枚用意してるんでしょうね今ね、砂肝さんと話したら、これ要は近すぎ問題だったじゃないですか。つことってここから抜きましたね。もうこれを抜けばいくんじゃないかってことで、そしたらば距離感バッチリシャキンということになりました。いろいろ邪魔なんで一回溶かしますね、これね。でしたらばボルトたち、ではつけていきたいと思いますね。私と砂肝の必殺のやっつけ仕事、こうね。まずこうですね。ミュージックスタート。そっち愉快な方で、マジダメだやっぱり。あー、ダメか、甘かった。こんなとこからブレーキ踏まないでしょ普通。このぐらいの位置で出さなきゃいけないのよ。こっから押すイメージ。やっぱダメか。だいたいここでいつも突っかかるっすね。前やって後ろやって前やって。そうよ、このブレーキ問題いつもね。ほんとこればっかりは。これだと遠すぎ問題なのよ本当に。あ、違うの違うの、これでももう穴が合わないのよそうだそうだ、さっきやったわ。あとね、これまっすぐじゃなきゃダメなタイプだからね。工作の時間が始まるよ。はい、ということでですね、男たちの戦いは続くって感じですかね。で、もうね、もういろいろ考えましたけど、絶対つけるんで、ブレンボのリアのマスターシリンダー絶対つけて、ブレンボブレンボブレンボ祭りにしてやりたいと思います。4代目作戦に続きます。それではまた明日。ああ、頑張ろうかな。ハングオン恥ずかしい次の日。はい、つーことでやりますか。本日も大雨です。なんで雨ばっかなの最近。要はこれをまっすぐつけたいわけですよね。なんで、まあこの型を作っていくんですけども、今ね、ここからもいっちゃいますかね。これ使わないで、それがいいでしょう。つーことって外しましょう一回ね。いやー、これ雨いつも雨雨来いよ。おお、すげえ、こんな硬くなっちゃうの。軽く締めといて。あ、やばい、バカ、ま、これなんで舐めるのこれ、いつもここ待とうか。はい、舐めたよ。これやばいねなんですぐ舐めんのよこれ。またやった。いやね、多いんですよね。なんで舐めるんだろうか。弱いのかな。よあ、これね、動いちゃうわ。俺押しますぜ。やばくない、ドロドロよこんな。溶けてるみたいな感じじゃん、こんなじゃ。痛い。うまくネジ山だけぶった切る。いきます。なんでいきなり大仕事から始まる。イエーだよ。じゃあ、ということでですね、やっと取れたのでだよ。これを作っていく。これより長く水平に伸びたやつ欲しいよね。同じ穴の位置がいいと多分なんだけど合ってますこれを作りますね。4代目ですからね、これね。4代目はうまくいくでしょう。よっしゃー、これ作ってきますね。超綺麗に作るからね、マジで。よっしゃ、オッケーね。これよ、これを鬼カットしていくと。また鬼カット。さて、切るかね、マジで。おら、いくぞ、いくぞ。悩まずどんどん。次むずいよ。よっしゃ、もう熱い、熱い。こうかね、これで逆なんだけど、まだ回したろ。お、切れた、やった。だいぶ時間あったな。 OK、 頑張りました。ナイスすぎ。よし、あと削ってよ。
うですかね、これ形的にすごい今までで一番綺麗なんじゃないの、これで磨いていけば完璧なんじゃないのって話よ。いやー、まあでもまず穴を開けないとね。オッケー、じゃん、開けてくぜ。さあやろ、もうちょいだぞ。これでできてしまえばよ、なんてことねえわけよ。ここの穴だけ絶対間違えなければ大丈夫なわけよ。オッケーで、一旦閉まるからね。片方入り決まってるね。これ両方入ればとりあえず回る。はい、来た。お手の物になってきちゃった。で、こいつがこう来ると。あ、いいんでないの？これ伸ばせばいいわけだからね、こっちを。よし、OK。じゃあこの穴に合わせて穴を掘る。次は砂。これに穴を合わせたいのが難しい。ちょっとね、頑張って測るか。7ミリ、8ミリ。よし、じゃあまず一発開けていくぜ。どうよ。ボルトが通れば成功よ。あー、こっちダメかな、下。すげえじゃん、俺できましたね、穴もね。これであとは磨き倒していく。完璧。よし、磨き倒すか。ハングオン。恥ずかしい。どうすかね、これ日々うまくなる感じね。うん、もうこれついてきたやつなんじゃないかって言われてもね、なんかこうおかしくないっていう感じですよね。さあ、ということで完成。じゃあつけていきましょう。下はささっとつけてぎゅー、よし、手ニュートン。あとはここよ、このボルトを探してきてくっつけるっていうことよね。もうこれつけて、下もつけて、ちょうどいい塩梅であれば、すげえすまけですね、やっと。こうして、もう一本通ればもうね、勝ちなんですよ、俺の。ほい、勝ち。はい、通った。やったぜ。あとはこのロックナットを締めていく。 OK。 あとキュッキュッキュッてやってね。いや、長い道のりだったな。だいたいね、こうリア足回りいじるともう全部つかなくなる。いや、しかし何このレベルアップ、何このステーの見て、かっこよくない？まあちょっとこの傷ついてんのはご愛嬌なんですけど、まあ俺らしいっていうかね、オジライダー的な美学ですかね。で、ギュッと固める。 OK。 押す押す押す。悪くないかな。まあ、8ミリの延長は山ほど売ってっから、これで決まりにしましょう。決まり。よっしゃ、あとはブレーキホース内で。よっしゃ、かっこいいですね。これでもうどんどんブレンボ祭りになってきたぞ。もうちょいでブレンボ祭り完成。ちょっととりあえずテント、この長さでいけるかどうかね。いやー、無理だな。じゃあいずれ使いましょう。この短い系はね、多分ね、次回作品でね、結構使えるんですよね。はい、テントステンメッシュステンレレレハイスペックラインやね、いつも通りです。で、これをこれね、550なんですよね。これより短いのがね、どうしても探してなかったんだよね。ちょっと長いんじゃないかなと思いながらもやっていきたいと思いますね。テント、まあ、パッと見すごい短いけどね、長いな、これ。長いな。はい、テント、こちらですね、今度は500。これね、スウェッチなんかちょっと高かったやつですね。これにはこちらが必要です。これ多分ね、ちょうどいいな。ほらね、少し余るぐらいでちょうどいいってやつね。バンジョーボルトを用意しよう。はい、テント1のやつ、まずはこっちに刺します。スムーズに入る場こっちなんだけどね。違うね、こっちって2号ですね。へえ、いろいろあるんだね。こっちはそうですね、こっちが 1.0、 こっちが 1.25 で、とにかくつけてしまうと。デント赤を持ってきたよ。ギュッとして。どうして ?OK。ギュッ。OK。できた。あとはブレーキ引っかか。はい、ドン。さあ、チェーンつけていくかね。あともうちょっとなんだけどね。どん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 思い出しちゃう。あー、チェーンつけてねーじゃーんとかね。これをつけると、まっすぐになるそうですね。後ろがぼっこりしてますからね。で、刺してって、そしてサビサビになっちゃったから新しいのと。通常のやつより 1.5 倍の耐久性。スタンダードって書いてあるけど、すごいんですね。さあ、キンクロにしちゃったからね。いいですね、長いですね。じゃあはめるぜ。あ、生地だ、まっすぐだな、これ本当に。ふい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 、やよし、これで抜けたっと。でしてこれよね。で、これを裏から刺してと、で、輪っか入れてと、で、これを進行方向がこうだから、こっちから引っ掛けてと。 OK。チェーンははまりました。で、こっち回していくと。で、したらば、こうカチンってやると。よし。OK。したら下ろすかね。下ろします。久しぶりに。おお、かっけえ。かっけえ、かっけえ、かっけえ、かっけえ。いやいやいや、やばいの。やばいの、これ。ちょっと、冷静になろう。すげえかっこいいぞ、これ。残りの作業は、リアサスの位置で車高調整と、恐怖、エア抜きバトル。おじは無事達成できるのか、果たして。車高を合わせなきゃいけないんですよ、そろそろね。スタンド上げないとスタンドぶつかるだったらすごい低いでしょ、前より。意外と沈まんな。なんか当たってない、この
待って、当たってるって何？なんか当たってる音な、当たってるな、ここ当たってるよ、さす。やっぱこの角度ダメなんだ、もうちょっと、やっぱ上げないと。じゃあ、はい、降りたい、降りたい、はい、はい、降りたい、降りたい、降りたい、もう早くやる、早く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 ピピ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 ピ、もうちょい、もうちょい、よしか。さあ、どうぞ。よっしゃ、ぶつかったよね。もう切る、もう切る、もう切る、もっともっともっと、俺が言ってみるか。当たってなくない？当たってないね。じゃあいいか、これ、オッケー、決まり。あともうちょいじゃないの。さあ、最後ね、あと2カ所締めたら足回りが終わりますよ、すべて。で、あとはブレーキってやつよね、また。この音、よし、オッケー、完璧だ。よっしゃ、できたぞ。これで足回りは完璧だ。もう二度と取ることはないでしょう。いやいやいや、あとはね、オイルを入れてブレーキがまた効くかどうかよね。またそこよ。じゃあやっていくかね。これで終わりだよ、今日最後の仕事ですかね。さて、じゃあまずこれを取れない。向けた11で、こいつをぶっ刺すと。よし、よし、 OK。 それではやっていきますか。よろしくお願いします。本日も一発でうまくいきますように。それでは開けます。失礼します。では1投目参ります。で、こちらを開けます。よっ、あれ、よっ、よし、 OK。 あ、わかった。よ、しまった、危ねー、閉めてね、危なかった。どうかな。さあ、満たされていくのか。よし、来たね、下まで来た。では、さあ、どうかな、ドキドキすんな、すーげー空気出てくる。どっからこぼれてんの。あ、ここ、いや、きっと違う、勘違いだ。きっと俺がこぼしてんの、効いてるな、多分効いてるな。ちょっと、なんか俺の腕が疲れてるのか何なのか分かんないけど、あとブレンボの感覚が分かんない、このマスターの。中国品しかやったことないからさ、俺ちょっと一回試してみるしかないな。もう分からん。まあ、問題はブレーキかかるかよ。さあ、止まったら見事なんだけどな、なんかちょっと自信がないですね。さて、いきますね、せーの、ほっ。あー、どうなんだ、まあ、効いちゃいるな。あ、効くわ、ロックも効くな。おお、効いてるわ。まだできてんじゃん。分かりづらいよ。うん、聞いてる聞いてる聞いてる。こんな感じなんだ、ブレンボの後ろって。よっしゃー、問題ないか。なるほど。ただなんか漏れてない、やっぱりね。ちょっとシュシュすっか。じゃあ、もうせっかくなんでマフラー戻しちゃいましょうか。オイル漏れてるかどうかまだ分かんないんで、今拭いて、もう落として、で、今ここから垂れてくるか待ってるんですけどね。よっしゃ、さあ、これで最後ですよ。ここから漏れてるかなと思ったんですけど、気のせいでしたね。心配になってきたけど、多分大丈夫でしょう。で、ガスケット乗っけて、よし。待って、どんぐらいかっこいいのこれ。うわ、やっぱごつ、すごすぎじゃん。めっちゃかっこいいじゃんこれ。やばくないですかこれ。自分で拍手しちゃうわ。はい、ですね、私がやるところはあとミラー買うだけですね。ディフェンダーもついてますし、まあ、とりあえずこれでナンバーどっちもやっぱ走れるわけです。あとは配線なんですよね。その砂肝さんを呼んでみましょう。できましたよ。夜9時15分ですけどね、21時15分です。なんで乗るのか分からないけどね。もういろいろかっこいいでしょ。それはもう大丈夫でしょうよ、だってそれさっきやったんだから。マイブレーキ試してみて、マイブレーキ。ほらほら、ガチンガチンよ。エンジンに当たるかもとか言ってたね。当たるね。当たってたね、今カコッと落としたね。もうフェンダーに当たってる。当たってるね、当たってますね。これを反対、これも反対なんじゃないかって。そうそうそう、そう。でもこれも反対にしたらこっちが長いわけ。でより当たるんだっていう話なんだね。さすがにまだこんなに全然上がるのよ。上げればいいかなって感じかな。でもね、横から見たデザイン的には最高に今いい感じなのよ。なぜ砂肝氏が最初に乗るか知らんけども、なんか今オイル垂れた。やっぱ垂れた。ブレーキをかけると垂れてくる。ほら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 、多分こっからなのよ。またパッキンが死んでる。なんかちょっと頼りない感じだったんだよね、正直。
いやー、つうことで、まあ、とにかくね、できたってことですよ。僕の直すところは、まず1位、ここはもういいかなと思ってるんですけど、当たるんですよ、実はこれ、ほら。まあ、ブレーキ押すにマフラー動くから、これ。で、あとは、やっぱここ。ここに液体ガスケットとかやるしかないんじゃないかと思うんだよね、俺。オイルクーラーつけてねえよ、俺。完全忘れてた。もうこれで終わりかと思ってた、俺。で、ちなみに俺、これ G クラフトのタンクも買ったんだよ。GGG で行きたいなと。ということで終了しました。見た目はあとオイルクーラーを残すのみとなりましたということですよ。まあでもだいぶかっこよくなったね、これね。本当によかったね。なんか締まりが悪いですね、今日はね。なんでかっていうと時間かかりすぎこの中面ナンバーがつけばもう走り出すということですよね。はい、ということでそれでは締めたいと思います。次回はオイルクーラー編、どこにつけるかは分かりません。本日もお疲れ様でございました。分解していきます。謎の潤滑油を流して、女子がいると下ネタ使いづらいんだよ。誰でも入るのよっつって、ハンズオン恥ずかしいさあこれをね、皆さんにコメント欄でピッ、こちら、こんなにたくさん質問をいただいておりますが、要はいくら全部でかかったんですか。あのね、これね、はっきり言っていいですか、考えてたら買えなくなるから計算したことありませんね、正直言って。計算したら買えなくなっちゃうんで、なので今度計算します。私責任持って、購入履歴から全部引っ張ってきてね。でいくらだったか、痛くないけど見ましょうか